人がバンドマンで上京みたいなことよね。ロックが好きでパンクが好きでみたいなで上京して、うん、でバンドがポシャって吉本。そうだね、もともとナチグロンのベースだもんね。やめて、ナチグロンっていうバンドやってましたけどね。ナチグロンのベースで、うん、ナチグロンのベースだもんね。そうそうそう、サイケ歌謡ね。ジャンルはサイケ歌謡、サイケ歌謡っていうなんかやってたけど、そうだから俺とその要は今の相方と仲良くなったきっかけが、あ本当だ、それこそヒップホップとバンド足したようなミクスチャーっていうバンドが共通で好きだったみたいな。レイジアゲンストマシーンとかっていうバンドマンがお互い好きで、そう本当だよね。そっからそこだから本当にヒップホップからそうなった、俺はロックからそうなって共通項だからね。めっちゃかっこいい出会いなんだけどね、うん、もう17年前の話そう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 売れなきゃダメだよそんな出会いしてたら。もともとトリオで岐阜のネプチューンっていう鳴り物入りで NSC 入った鳴り物入りじゃないの別に鳴り物入りだって岐阜のネプチューンって呼ばれてきたみたいなこと言って3人で入ってきてさ、俺は1人入ったけどさ、で残り2人がね、お前をこうクビにすんだよ ね、そうそうそう、ある日俺をクビにしてその重大なネタ見せの日の前の日の夜に、誰もが練習してネタ合わせしてネタ作るっていうその日の夜に、ヒド君は当時好きだった女の子にクラブに誘われて、 そっち遊びに行っちゃう。ロックのねクラブ、そうだよね、クラブ行って遊びに行っちゃって、テキーラポチポチ飲んで帰ってきて、朝6時とかにネタ合わせしようかって言ったら、その2人がもうプンプン怒っちゃって、君はクビやっつって、そうクビになった、1人になって、うん、でその1週間後ぐらい僕があれですわ、もう天下取りたいんやろって電話して何がっつって俺はね、何が大江君どうしたの、うん、ケンジ君どうしたって、お笑いで天下取りたいって聞いたんやけど取らしてやろうかっつって言ったね。それぐらいね、大風呂敷こいて、そこで普通だったら、うん、分かった大江君信じるよみたいな感じになるんですけど、うん、ちょっと考えさせてそうそうそうちょっと、こんな説明ちょっと考えさせてって言ったよね。そしたらこれ男女の告白だとしたら超切ないぜ、お前、俺は俺を幸せにすっからさ、うん、俺についてこいよって言ったら考えさせてって言われてるの時々だったぜ、ね、言ったよね。そしたらあなたもじゃあ1週間で答え出して、俺も他考えなきゃいけないそんなこと言ってたよ言ってたよ